マッカンドレスは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州西部のアレゲニー郡のホームルール自治体である。2010年の国勢調査で、の人口は 28,457 人だった。1975年1月1日に、ホームルール認証を取得し、名称をマッカンドレスタウンシップからマッカンドレス町に変更した。マッカンドレスは、ペンシルベニア州の第1級タウンシップ法の下で運営されてはいないが、特定の目的では第1級タウンシップに分類される。名称の中にある町は、ペンシルベニア州では、町が自治体ではないので混乱を生むことがある。ただし、コロンビア郡のブルームズバーグ町のみが例外であり、1870年に町として法人化され、ペンシルベニア州で唯一の法人化された町として法的に認められている。マッカンドレスは北アレゲニー教育学区に属しており、多くの自治体にまたがるノースランド公共図書館の体系に参加している。雑誌マネーによるアメリカで住みたい場所のリストではマッカンドレスが上位にランクされてきた。現在マッカンドレスとなっている地域ではインディアン、特にイロコイ族の人工物が発見されてきた。記録に残るものでは、1753年にジョージ・ワシントンが町を訪れたことになっている。マッカンドレスタウンシップの初期開拓者はジェームズ・ダフであり、1796年に400エーカーの土地を購入した。この地域では農業が増え、1849年には地方政府を形成するための集会が開催されて、ダニエル・ホーゲルが議長になった。タウンシップとして1851年に設立され、当初はテーラータウンシップと呼ばれた。町は1857年に第2級タウンシップとして法人化され、築判事ウィルソン・マッカンドレスにちなんで、マッカンドレスタウンシップと改名された。この時の交渉人口は1482人だった。1800年代、マッカンドレスタウンシップは主に農業の町だった。米英戦争の時、ピッツバーグからエリー湖のペリー外相の部隊まで軍事物資を運ぶ重要な供給線が地域を通っていた。1908年、都市間通勤鉄道のハーモニー線が地域の住民が容易にピッツバーグまで通勤することを可能にした。同時期に起きた石油ブームによって、鉄道駅のあるハイランドとインゴマーの地域を中心に急速な発展を促した。1931年までに自動車が普及し、それまでのハーモニー線に変わった。アレゲニー郡のコミッショナー E.V. バブコックがアレゲニー郡のノースパーク建設を始めた。バブコックは土地を購入し、原価でそれを郡に売った。ノースパークは1927年にアレゲニー郡によって設立された。約1600エーカーの公園であり、マッカンドレスに入っている。その面積は、町の 15.2% に相当している。1930年から1950年の20年間で、町の人口は2653人から6488人と2倍以上になった。その10年後の1960年には 14,582 人と、さらに2倍になり、その後の50年間でまた2倍になってきた。2000年国勢調査時点での世帯数は 11,159 世帯だった。増大する人口と交通によって地域に多様な発展をもたらした。1950年代半ばにマックナイト道路が建設され、北の郊外地への主要道路となった。マックナイト回廊に沿って小売業や企業が入った。アレゲニー郡。コミュニティカレッジが1972年にキャンパスを置いた。町の中心として機能する新しい多目的開発地、マッカンドレスクロッシングが現在開発中であり、2016年中に完成する予定である。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、領域全面積は 16.6 平方マイルであり、このうち陸地 16.5 平方マイル。水域は 0.1 平方マイルで、水域率は 0.66% である。アレゲニー台地の上にあり、全体に丘陵性の地形である。パインクリークの流域に氾濫源があり、町の中央に深い谷を刻んでいる。マッカンドレスは、北にパインタウンシップ、東にハンプトンタウンシップと接している。また南はロスタウンシップ、西はフランクリンパークに接している。いずれも人口1万人を超える町である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。